Das gesamte Personal wird über die Tunnel evakuiert. トンネルは聞き取れたが、何事だよ。もう時間がないんだ。教えろ、フライジンガーとロンメルのこと。俺たちのことを聞きたいのかと思ってた。答えないのなら取引は中止だ。わかったわかった、そう形式ばむなよな。ルーカスは見事に話を持ってみせた。リヒターはナチスに嘘を吹き込まれていたので、それに便乗するだけでよかったんだ。第三帝国の罠さ、奴らの現実はまやかしだった。ルーカスがこれを成し遂げるには奇跡が必要だと思うだろう。しかしあいつはそういう幸運を引き寄せる。雷は二度落ちないという言葉があるが、まずトブルク、その後はエルアラメインでルーカスは進化を発揮した。北アフリカでの連合軍の勝利はイギリスの司令官たちや強力な戦車のおかげではなかった。ルーカスには知られざる物語があり、リヒターはそれを信じ込んでいたんだ。アムスはやけに生きり立ってんな。昇進狙いだろうな。せっかくあいつに情報を渡してやったのに、こんな作戦しか立てられない。本当にアホだよな。アムスは何て言ってる？お前とデズの正直な物言いに感謝してるそうだ。くたばれ。祖国と国王陛下、それが戦う理由だ。おい、そいつはアムスのか？どうやってくすねたんだ？その辺に転がってた。ハムスに見つかったら死刑だぞ。死刑に乾杯。進め、進め、前進。ポケットつかないで動け。
チームを狙え。進み続けろ。壁の上にドイツ兵がいる。もう一人いる。引き進め。多すぎだろ。ここを通り抜けられそうだ。ルーカス、手を貸せ。ジェイコブス、行け。デズ。おい、あのありさまを見ろ。あ、娘、どこが進撃だ。ドイツ兵が戦車に群がってるぞ。だったら奴らにやり返してやろうぜ。ああ、戦場を軽やかに駆け抜けてやる。無駄口叩いてる場合じゃないしな。こっちだ。来い。3号へ向かえ。つい頭を下げておけ。ブルイはどこだ。ブルイ、まだ無事か。いいからしゃがんでろ。中断爆撃が始まるんだ。よし、残党は俺が始末してやる。いいか、戦車に歩兵を寄せつけるな。準備しておけ。爆撃が来たぞ。残党から上がれ。戦車に道を切り開くんだ。
対しろ。くそ、ほらしっかりついてるぜ。大丈夫、もう平気だ。しかしこっちは追い込まれてます。命令したはずだ。防衛線を形成し戦車を守れ。さあ、おい、冗談はやめてくれ。維持するんだこの戦線を。航空支援は望めない。降車砲を何とかしないと前線が崩壊しちまう。命令に従え。なあ、何が命令だ。あの丘を取りに行くぞ。一人でか。いや、一人じゃない。デズも行く。その通りだ。ほら、持っていけ。降車砲を潰したらフレアを上げろ。それを合図に爆撃機を呼ぶ。頼んだぞ。行こうぜ。古いたちが持ちこたえられるといいが。大事な任務はネズミに任せ。俺たち二人だけだ。じゃなきゃドイツ兵には不公平だしな。一時方向。ルーカス、回り込んでグレネードを放り込む。俺が援護する。行け。全部か。ああ、礼はいらない。放射砲はこっちだ。俺たちの活躍を知ったハムスはどんな面するかな。ああ、甘いな。あいつは全部自分の手柄にするだろう。うわあ、やくそ、焦ったぜ。デカさだ。グレネード。片付いた。デズ、フレアを撃て。俺が撃ったらドイツ兵がここに群がってくるだろう。爆撃機が来るまで食い止めるぞ。
手を貸してくれ。よし、デズ、フレアを撃て。こんな形で一日を締めくくるとは。わかった、もらうよ。やってやろうぜ。毎度のごとく俺が片付けてやる。なあ、できるだけ多くのクソッタレどもを道連れにしてやろう。言ったな。壊れた。ならライフルを撃て。まだ終わってない。爆撃機はまだか。急いで欲しいぜ。俺が勝ってるし。誰が勝ってるって。俺が勝ってる。早く追いついてみろよ。そんなはずね。ルーカス、右からハーフトラックが来る。捕らえた。ルーカス、グレネードをくれてやれ。戦死した兵士を称える唯一の方法は任務を完遂することだ。しかしそれは友の血を流しつつ達成しなければならない。ルーカスと初めて会った時俺が言った言葉だ。戦争は俺たち二人にそれを教えてくれた。連合国司令部の厳格なヒエラルキーは
ルーカスを正確に何ありとしか評価しないだろう。反抗的でズーズーしい。牢屋にも慣れている。俺のチームにぴったりだった。たとえあいつの右フックが飛んできたとしてもな。